皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。いやいやいや、今日7月も25日ですよ。もう夏休みですか。ね、夏休みもね、はい、もういい加減もう子供たちどっか行ってほしいなっちゅうぐらいうるさいですよね。はい、そういう見方もできますね。めんどくせんすよ。はい、いや、あの今日はね、あのかき氷の日だそうですよ。あ、7月25日、うん、だって。なるほど。でかき氷って好き？僕は好きですよ。あ、今日キトピいるんだ。お久しぶりでございます。そうなんです、僕好きですね。どんな語呂合わせとかじゃないんだ。725とりあえず季節感じゃないですか、ね、なんか初めてできたとか。伊藤ちゃんがいつもなんとかの日って言ってなかったっけ。あれ誕生日じゃないですか。僕かき氷ってもう僕自己紹介で言おうかなと思ったんですけど、かき氷僕あの白熊が好きなので。美味しいよね。鹿児島の、うん、でもちろん鹿児島本場で食べるのもいいけど、うん、コンビニでもカップ売ってるじゃないですか、うん、カップのやつとか。あれ意外と好きなんですよ。あの棒のやつとか、うん、あれが好きなの、うん、美味しいですよね。いちごがいっぱい乗ってるやつとか。そう、もうしょっちゅう食べてます。棒の白熊とかあるの、うん、あるある。まあ、棒のまあね、あのたまにありますね。箱アイスに何本か入ってて。そんなあんの。棒状になってるやつ、うん、棒のかき氷。白熊の、今は白熊の話。アイスキャンディーになってる。ああ、なるほど。なんだっけ、あのガリガリ君ってほらかき氷を棒状にしたやつですよね。そうそうそう。あれも食べやすくて美味しいですよね。僕も大好きですね。まあ、ガリガリ君はブルーでしょ。あのソーダ味はブルー。前何色かいろいろありますよね、うん、味はね。梨が好きだったな。うん、梨や、そうそう。ガリガリ君の梨や。ちょっと限定でありましたよね。うんうん、梨は美味しかった。それは梨やろ。ああ。面白くないね。まあ、ということで、かき氷を記念してですね、記念してなんということはない、ハイブリッドなんだ、なんだ、新しいコーナーかとか違うなんてことはない。これ古いんですよ。てるぞ。めっちゃ古いでね、笑えないかな、笑えないだろうな。何やったっけこれ。おお、じゃあいきます。第1問。コマーシャルですよ。これ違います。テレビ番組。教育テレビ。テレビ番組。あれ、私好きなやつかな。だと思います。うん、ちょっと待って、それからの。はい。あ。パヤパヤパパヤパヤパ。みんな歌ってるじゃないですか。パヤパ。なんだっけこれ。三点じゃないようです。あ、はいはいはい。だからそうそうそう、3で文字の3から始まるんですね。あ、そうですよ、そうです、3だけど。ってことはじゃあ厚民がなんか渡って分かってるような気がします、ね。これで合ってればですけど、働くおじさん、働くおば3年目の浮気。おばさんがいらなかった。え、働くおじさんだけでいいの、うん、働くおじさん年目の浮気。正解です。イエーイ、ね、真面目なのか真面目じゃないのか分かんない。働くおじさん年目の浮気。働くおじさんも3年目で浮気するんですよ。浮気するのかもしんねえ な働いてるからこそ浮気するんですよ。やだの。働かないおじさん浮気せないです、ね。まあちょっとね、そういうかんちゃんとペロ君ですね。あ、そう、たんちゃん。あ、たんちゃん、かんちゃんじゃなかったです。かんちゃん、ペロ君やったっけ。ペロ君、ワンちゃんですよね。うん、ワンちゃん。あ、なるほどなるほど。じゃあ、ちなみにどんな歌続き。働くおじさん、働くおじさん、こんにちは。見てないな、それ見てないな。見てたような気がするけど、全然覚えてない。めっちゃ好きでしたよ。なんか、あのリカちゃん人形の製造工場とか。ああ、そういうお仕事を見学して、お仕事紹介して、見たのがめっちゃやっぱ印象に残ってんのと、オープニングが気球に乗ってるんだよね。うん、うん、そうそうそう。それで気球に乗ってガタガタのいろんな働くおじさんおばさんが頑張ってると現場に行くんですよ。そうそうそう、そんなやつですよ。では第2問。じゃじゃん。これはね、当ててほしい。キトピーに絶対。ああ、まあ、私ですか。はい、どうぞ。いきますよ。いきますよ、頑張ろう。完成に止まる。もう分かりましたよ。有名な曲ですね。これからのこれサザンサザンできたんですね。お、サザンが急ですよ。どうでしょうか。夏っぽい。ね、まあじゃあ行きましょうか。おお、あ、キトピ分かる。もちろん、もう皆さん分かってるじゃないですかこれね。リスナーの皆さん分かってるよね。カラオケとかでもよく歌うでしょこれ、うん。はい、どうぞ。津波乗りジョニー。正解。ありがとうございます。なんかだいぶ簡単でしたね。これは3人とも普通に分かったと思います。てなわけで、エキセントリックな香川発車します。出発進行。いかがお過ごしでしょうか。愉快な金の仲間と一緒に、西畑のカフェクローバーより中市レディオシンジケートに乗せて30分間、かき氷なあなたにお届けいたします。では、
皆さんご挨拶を。こんにちは。こんにちは。じゃ、考えてなかった。お腹いっぱいなみおさんでーす。何食べた？最近よく食べ物忘れますよね。ね、え、私かな？うん、はい。なんかちょっと最近曜日感覚がいまいちよく分かんなくなってるあつみんでーす。いやいやいや。昨日ちょっと長距離車を運転してて、まあ、眠くならないように音楽かけましたけど、なんか夏メロかけるんですよね。じゃあもうなんかずっと歌っちゃうじゃないですか。歌ってね、歌えると、そう、歌える曲だと。キャッツアイがかかってきたの、アンリさんの。お、わかります？キャッツアイの三姉妹の名前って覚えてますよ、皆さん。ひとみ、おすごい。なぎさ、なぎさはいないか。違う、なぎさはいない。いや、つい最近それニュースで見たっちゃうな。マジっすか、マジっすか。ひとみ、あってます。アイちゃん、末っ子と一番お姉さんが、わからん、何やったっけ、何やったっけ。そうで、こうやってもやもやとなるんで余計眠れないっていう。じゃあそれは皆さん後で考えておいてください。キトゥピーでーす。イエーイ。やっぱみんな歌うんですね、車の中で、ね、もうガンガン歌って、大声で歌ってましたけど、私の時はチューリップの CD と沢田研二の CD を持ってって、うん、はいはいはい、かけながらガンガン歌って眠くならないように。やっぱ丸さんの車は今時まだやっぱ CD ですか？もう僕もあの CD を何年も使ってないですもんね。確かに。あの丸さんの好きななんだっけ、あの夢グループは CD ですね。DVD じゃなくて CD ですよ。いや、それでやっぱ歌ってますね。歌います、ね。でかい声でね。やっぱ車の中ぐらいしかさ、あのなかなか大声出せないでしょ？うん、そうそうそう、そうなんですよね。え、まあいいや。まあいいや。あ、そうそう、いや、とりあえず名乗ってくれ。あ、そう、まるさんです。あのね、ちょっと懐かしいの見つけちゃって、うん、ちょっと今から皆さんに送りますけど。懐かしいの送る？脳内イメージ。ちなみにまるさんの今スマホのロックを外す4桁の数字ってめちゃくちゃ単純じゃないですか。単純ですよ。大丈夫？あ、別に誰も取らない。0000でしたよ。違いますよ。言わんでいいよ。9999はないですか？9999だったら、なんか同じ数字4つだったよ今。大丈夫？本当？中川氏後ろのうるさいわ。なんか通帳のあれもほら、暗証番号も全部一緒じゃないですか、もしかして。クレジットカードとかも。送ったら送れるかな？あの、糸ちゃんのね、あの脳内イメージって流行ったの知ってます？脳内イメージ、はいはいはい、入った、うん、え、ちょっと何、どういうこと、どういうこと。これ糸ちゃんの脳内イメージはね、あの前頭葉が嘘で始まってるんですよ、全部。あ、それなんか見た。あ、今送られてたの、ちょっと見てない。あ、分かる分かる。見た、脳内メーカーあった、流行った流行った。それで、ま、ちょっと前に流行ったね。真ん中に遊びがね、もう山ほどあって、で後ろに H があるんですよ。いやらしいの。いやらしいの。あ、むっつりだったんだって思いました。これお名前入れたら出てくるんですか？そうそう。へえー、すごい。や、皆さん、あの、確保しておいてください。それぞれ送られてくるの？え、送られてくるの？でも何の根拠もないけどね。名前だけで？そうね、名前用字の。そうなんよ、びっくりしちゃって。じゃあ、みょうさんのもあんま面白くないんだけどね。面白くないって言っちゃったよ、うん、ね、何の根拠もないけど。そうでもなんとなくね、笑えるネタにはなる。みょうさんがね、意外に似てんだけどね、あの前頭葉が嘘。やっぱみんな嘘ついてる。みんなね、嘘ついてるね。前半分がお金だって。金。それでその後ろに HH があって、で後ろに食があるのがね、なんで分かったんだろうなと思うんですよ ね最近 ねさっきもね、お腹いっぱいってね、うん、食レポ多いですよね。どうやってこれ分かってんだろうなって思うんだよ。だから分かってないって。分かってないの？分かるわけないやん。もう、ね、あの科学的根拠に基づいて。そうだよ、名前でね。AI じゃないですよ、AI で、的野さんがね、はいはいはい、急に名前って言わんでください。あつみんがね、これお、やっぱりなーって。あ、秘密。あ、来た来た。で、なんか私もやっぱり後ろの方に愛に溢れてる。愛に溢れてるでしょ、ほら。愛に溢れてますかね。で、あの、伊藤ちゃんと同じぐらい後頭部に後頭部が食も大事。食も大事です、はい。それもあってね、やっぱこれ、あれ、いけてんなと思って。じゃあ俺の見せましょうか。はいはいはい。俺のがね、これ丸とまさし、悩み、金み、金、遊び、HH ですね。これ悩んでるってのは悩んでんだ。どっから出したんだろうなと思ってさ、びっくり。それから、ね、キトピーのがね、すごいんですよ、はい、俺びっくりしたもん。ちょっと待って、なんでキトピーごめんな、オチで使って。僕は最後なんだ、うん、
びっくりした、キトピーの舐めってこうなのって思ってこれちょっとわざとじゃないんですこれ僕俺何にもしてないですよ加工して画像作ったんじゃないですか。作ってねえよ。ちなみに僕フルエッジです他金も嘘も何もなくてH だけやられましたねだけこれすっげえなと思って、いや本当はあの本当ですか、うん、男は四十後半やばいですね四十後半やばいそんなんなんですけど、ちょっとどぎも抜かれましたいや俺見てからどぎも抜かれたら俺ですよ、びっくりしたまあ予想外は予想外ですね明日から戒めます、じゃあ今日は伊藤ちゃんがお休みで4人でお送りいたします。はい、エキセントリック中川駅子でございます。イエーイ、はい、ご紹介ください。せーの、喜んで。エキセン的ここだけの話、ここだけの話、ここだけ。いやいやいや、もう夏休みだよ、あの、あ その前にさ、うん、あのうち子供がね、水泳の授業とかあるわけさ。ああ、やってます、プールの授業。はいはいはい、あの25メーターね、30秒近くかかって泳いでるわけですけどね。一応23メーターしか泳げないですあと2メーター2メーターのあと1かきちょっと行けよって思いますけど、はいはい、でびっくりしたのがね、あの女子がほとんど休みな休んでるんだって、入らなくていいんだって、もうやりたくないって言ったらね、やらなくていいんだって。だけど女子で泳いだら4人だけとか言ってて、それなんか日焼けしたくないとか。いや、わかんないんすよ。あと学校によって今男女別にするとか、ね、いろいろ、まあ、いろいろ今水泳はね、それとあの今25メーターじゃなくて、うん、短い方を泳がせるっていう、ね、12、3メーターの方が、ね、はいはい、うん、の方がいっぺんに泳げるから。あ、そっかそっか、そういうことね、幅広いから、うん、いろいろね、やっぱり学校変わってんなと思うんですよね。とプールの授業がもうあの委託になってるところも、もう、そう、僕も小川はみんなそうって言ってたね、うん、プールの維持費が市民プールみたいなところに連れてって、うん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 、ちゃんとプロが教える、うん、あ、なるほど、ね、もうプールが壊れて修理ができないってところもある。各学校に持つ必要ないよね、うん、大変ですよね。うちの市民は言ってたんだけど、プール入ったら虫とか枯葉とかがね、うん、山ほど浮いててね、うん、あれがキャーって泳がなかった子もいっぱいいるんだ。なるほどね、今の子はそうかも。なんか昔の話はあれだけど、みんなもうなんか真っ黒なってたよね。男の子とか特にね。今だったらもう皮剥げちゃうよね、うん、もう1回目向けてきてますね。太陽浴びちゃいけないみたいになってる、ね、うん、うちのさ、あの、うん、自分の話だけど、昔話したんだから海水プール、そうそう、なんか佐世保だから ね、うんうん、海に言ってた、うんうん、それで先に一番泳ぐ前にさ、あの先生たちがみんなで網でね、ゴーってさ、端から端までやっぱりそれを引っ張り回して中取るわけですよ。一旦その余計なものを取る。危ない海藻とか、だからクラゲだとか海藻とかもいい。海に繋がってるんでしたっけ。そうです、その海の水がそのまま上から入ってくるんですよ。はい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 、カニだとかさ、魚だとかいるの、タイとか入ってるのそれなんかゴミ取るじゃなくて量じゃないですか、そこ引き網ね、それいいなぁ。一回、まあ、もう言うのやめよ。なんでなんで一回何か一回すごいのが入った、取れちゃいけないものが、死んじゃってるやつが入っててさ、びっくりしちゃった。うわ、怖。あのでもそれでも泳いでるんだよね。事件というか死んじゃってるやつ、あの警察呼んじゃう。いや、そこまで呼ばない。びっくりしたな。じゃない、にゃんにゃんですけど。ああ、溺れちゃったんですね。そんなのがあってびっくりしたんですよそれくらいしたら今のプールでもめちゃくちゃ清潔じゃないですか。それでも、まあ、昔比べれば全然、はいはいはい、それでもね、そうなんだなと思ってびっくりしましたね。砂場ももちろんないでしょ。なんか時代だなと思って。そのマイクでもどんどん遠ざかっていくんですね。遠ざかってんの、なんかこれが落ちていってる。じゃあ唇にくっつけてお話をいたしたいと思います。もうこう縫い付けられる内臓奥歯に入れていいかもしれない。それがいいかもしれないですね。いやいやいや、あ、それからね、あの、はいはいはい、夏今暑いじゃないですか、うんうんうん、よくテレビとかラジオでね言ってるのが、暑い時はエアコン入れて、我慢せずにエアコン入れてくださいって言うじゃないですか。なんかお年寄りの人がエアコン着てたりとかしてね、うん、家の中で熱中症あれね、いいのって思うんですよ。あ、なるほど。なんでか聞いて、なんでですか。みんな金がないからエアコン入れてないんですよなるほど、電気代とか。電気代でも、じゃあ電気代出してくれるよ。今電気代すごい上がりますよね。熱中症で入院しまし、何日間か入院しましたっていうのと、その間エアコンもしつけてればっていうのを比べたら、全然そっちの方が安いんですよ、エアコンつけてる方が。
はい、次行きましょう、はい、それとそのお年寄りの方はそれでつけてないんじゃなくて暑さを感じないって、うんうん、あと苦手って、やっぱりそのエアコンの風が苦手って。エアコンの風が苦手。あ、みんなどうですか、あの寝てる時ってエアコン入れて寝るんでしょ。もう今入れっぱなしですね。入れっぱなしです。何度ぐらい、うん、エアコンの設定温度と実際のこう、ね、中の温度って違うじゃないですか、うんうんうん、僕はまだ今の時期ぐらいは切って扇風機で寝る。本当に、まあ、うちマンションの8階だからかな、そんなにまだ上の方は風が全然涼しかった。風が通るからね。昨日の夜とかもう普通に涼しくてそのまま窓開けて寝ましたけど、そう、だからあんまり好きじゃないんですよ僕。風量で調整します。うん、寝るときはもう静か運転というやつにして、うん、微量のやつね。あんまり音が、はいはい、音もうるさいんで風がガーッいってると、うん、で温度はあんまり陣内です。26度くらい。でも26ないです、うん、27やもんな。27だとちょっと私暑い、うん、で主人はいまだに寝るとき冬のモコモコしたやつ着て寝てます。おかしいんですよ。まあ、うちは逆、そう、僕がそ、あ、嫁さんがどっちかというと厚着してて、僕もそうでしたから、だいたい違う格好して寝てますね。夫婦でね。え、同じ部屋で寝れるの。え、だってもうそんなにまず部屋がないです、うち。いや、俺とかもう結婚してすぐね、いびきがうるせえからって他の部屋に寝ました。ベランダですか。ベランダ。ベランダエアコンですよ。いや、そうなんだ、うん、皆さんとこいいね、いい奥さんで。なんか話が違う方向に行っちゃいましたね。まあ、だから今ね、あの問題なのはやっぱりそのお年寄りはね、暑いって感じてなくからエアコン入れなくて、うん、で寝てる時に熱中症になる、それが今すごい問題。ない、俺はお年寄りだけどまだ暑いって感じるよ。あ、なんか今度高齢者の年齢が今65歳から70歳になるっていう、今なんかあったね、ありよすね。超えなかった70、70、うん、ってことは丸さん今高齢者になってから、ま、で一旦高齢者がまたからまた抜けるリバイバル。お帰りなさい。リターンしました。よろしくお願いします。あとね、お盆が間近で、あ、今年ね、うちあの初盆だから、うんうん、精霊船出さなきゃいけないですよ。あ、それは地元の方で、うん、佐世保で。私もね、ほら父長崎じゃないですか。だから何年もかな、4年ぐらい前父亡くなりましたけど、あのその時ちょっとコロナで行けなかったんで、そこのそこら辺でうち家族でちっちゃな精霊船をこう、あ、やったんですか。しました。まあ誰も見てないけど。今、え、長崎は今も川に流してる。いや、川流さないです。あれ、ブランドに集めて、ね、しちゃったり、あのゴミが持ってたり。あ、やっぱそうなんですね。そんな感じにしてますよ。で今年出さなきゃいけないんで、弟といろいろ話してね、どうしようかって話してたら、まあ、1メーターぐらいのね骨を作って。大きいんですね。いや、それでもちっちゃいよ。普通5メーターぐらいですよ。5メーター10メートル人が乗れる。もうおみこしぐらい、おみこしぐらいのイメージだし、それ山笠みたいなの一人の人の、うん、もあるし、あとは地区でみんなで作ったりとかもあるけど、写真がドーンと載ってたりね、提灯が下がってたりね、なんかこう古からの家の人とかはもう一人一人よ。それで丸さんが乗ってたりね、バックスと流されて一緒に流されて、おいしさ、おいしさ、おいしさ、もう帰ってこない。山笠当日じゃないですか今日。でもあれね、初盆行事だけど本当お祭りみたいな感じで、もう町中きらびやかでね、長崎ね。じゃあ今度一回ね、うん、じゃ一回ちょっと佐世保に行ってね、小6年作ってね、手作りで段ボールで作る、段ボールで作るか、プラスチックで作るか、どうとかして持っていこうかって話してましたとさ、ね、てなわけです。すごい。エキセントリック中川。僕なんかやっぱね、まあ4週に一遍かな、初めのコーナー、毎月おたかつが更新されるのすごいなってやっぱり思いますよね。いや、それ、まあ、ね、タイトルコール言っていいですか。はい、皆さんの、はい、皆さんのポカンタイム、あつみんのおたかつ。すごいな。とはいえですよ、最近ちょっと全然おたかつできる時間がなくてですね、あれなんですけど、しいて言えばやっと今、あのこの間、今月、あの僕は地球と歌うの9巻が出ましたので、あの日渡さき先生、この間からあの原画展行ったとかいろいろ言ってる、それの9巻が出ましたので帰ってまいりまして読みました。絵のタッチ違くね、こんなやったっけ。今最近こういったタッチです。てかそれ紹介したことがあった、してるじゃないですか。2週ぐらい前にもうだいぶここのとこずっとあの日渡さき先生の話題ですよ。はい。でやっぱ今回9巻はですね、結構内容が濃くてですね、もうちょっと胸が震えましたけども、ドラマになるんだろうな、ゆくゆくは。いや、ドラマには実写にはできないですねこれ、うん、アニメなら。絵がすごい、なかなかですね。
熱い展開になっておりましてですね。どんなんだっけ、恋愛ものだよね。結局恋愛も入って、恋愛パートも入ってますけど、まあ、元々は僕の地球を守ってっていうのが最初にあって、でそれはやっぱりあの前世で宇宙人で、うんうん、あの月に来てて、 月からずっと地球を観察してる星の人たちがいて、でその人たちがちょっと月でちょっとあの変な病気が蔓延しちゃって一人ずつ死んでいくんですよ。でその、まあ、中でこう、まあ、恋愛も入りつつ、いろいろあった人たちが地球人として転生してきて、でその同じ前世の記憶を持ってる高校生たちがあのまた集まってっていうお話だったんですけど、その次世代編っていうことで、その前に僕は月と歌うっていうのがあってのがあって、でそれが一旦終わって、で次は僕は地球と歌うっていうのがあって、ダメだもう覚えてないであのお話が進んで、それは全部つながってる、つながってます、つながってます、はい、同じ人たちが、はい、成長していってって言ってるやつなんですけども、まあそれは9巻を読みました。はい、面白かったです。妙さん何もこうポカーンってしてるよね。もう貸しますよ、なんなら全部記憶に入ってない。まず一巻だけ貸してみて読んでもらう。女子は、女の人はみんなあの結構反響あります。あ、そうですか。うん、以前あの僕たま紹介した時は反響がありました、私のフェイスブックの方に。そうそう、あれだよね、あのサインもらおうって言ったんだよね。まあ、会えなかったです。いらっしゃったみたいですけど、結局顔を出しされてないのでわからなかったんですよね。どなたがその先生かわからないと。でもきっとあの人じゃないかとはありましたけど、でそれでプレゼントが渡ってたっていう、それはこの前お伺いましたよね。はい、スタッフにあの預けて、フェイスブックの方でお礼が来てた。そうです、そうです。はい、で、あとまあ、知って言えば、あとはあのセリア、100円ショップのセリアさん、あのどん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 あの、ドールのグッズがどんどん充実して、ドル活って言ってですね、あのコーナーがどんどん充実してきて、100円ですよ、これ全部、1個ずつ。で、まあ、新作出るたびに一応買ってるんですけど、今、人形いじる暇が全くなくてですね、全然そのまま置いてるんですけど、なんとついに動物の、あのヘッド、動物ヘッドと動物の耳、これ3種類、これ猫耳ですけど、クマさんの耳とウサギさんの耳の3種類あって、でこれヘッドに穴が開いてるんですよ。だからこう耳を刺して、で一応顔の口元もちょっと動物っぽい、あのミュンってなって、うん、なってる。これもこれ1個で100円1個で100円です。なんかこれも釣り合いが取れんよねこれも100、このボディもこれ19センチ。でも大体みんな揃えないと使えないってことだから300円は使う。そうそうです、全部揃えたら、うん、でもそれでも1000円以内で。これね、2個セットぐらいしておいてほしいよね、こうなんか質量的にいやでも破格なんですよ。ちなみにそれ今裸状態じゃないですか、はい、そこにどういう風な、あ、洋服も結構、はい、洋服を着せる、いろいろ出てます。顔とかはそれまだのっぺらぼうじゃないですか。はい、のっぺらぼうなんで自分で描いたり、はい、あとあのデカールって言って、あのシール状のやつ、シール状のちょっと水に濡らしてこう、あの貼る、目とか鼻とか、あの口とか眉毛とか、それあの好きなの切って、ううで貼るやつも出てます。それもそのと同じくダイソーじゃなくてセリアには並んでるんです、うん、じゃあさ、はい、セリアさ、これでファッションショーっていうかさ、なんかコンテストやりゃいいよね、はい、ねえ、なるほど。でこれあの作ってあるメーカーさんが株式会社ポニーさんっていうとこなんですけど、ここが今すごい人形のこういうシリーズをどん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 出してくれてて、そこはセリア向けに作ってる。セリア向けですね、うん、じゃあこれはセリアでしか買えない、うん、たまに全然違うところで売れ、あの買えたりとか、あとあの、うん、湯沢屋さん、あの、うん、生地とか、ね、うん、にもありますね。そっちに同じものがあるときはやっぱ100円100円ですね、このポニーさんの分は。うん、はい、やっぱコンテストやるべきだねやったら楽しいですけどね。エキセン主催でやったらいいんじゃないですか、うん、でなんかあの洋服シリーズもいろいろ出てて、あのこのじゃあみんな一体ずつ作ってきますか。いいんじゃない、草履ゾーリとか全然話が違うところですよ夏休みの宿題で夏休みいいですよ。俺は僕らも一体ずつ、うん、あ、作りますって。っていうかもうね、なんかワークショップできるなってなんとなく思ってて、もうこれで子供たちも楽しいと思うよ、そんなやったら、うん、でデカールで貼ればすぐできるんで、うん、
あの、まあ、書きたい人は書いてもらってもいいし、うん、デカールで好きなのデカール切り取ってもらって仮面ライダー作ってもらえるよね、うん、とか絵の具とか派手あの筆とか用意しとけば全然あの好きに塗ってもらってもいいし、ただですねやっぱあのツルツルじゃないですか頭が、うん、だからどうしてもこう髪の毛問題が、髪の毛のパーツはないんですか、髪の毛のパーツはこういうのがあるんですよ、そうウィッグ、それは両面とかでつけると、いやこれはただあの髪の毛が束になってるもので、うん、つながってはいるんですけど短くしたかったら切って使ったりとか、どうやって頭につけるつけた時はあのキャップを作るんですよ、帽子的なものを作る、帽子的なでキャップも売ってるんですよね、でそのキャップに髪の毛をあのボンドで貼ったりホットボンドで貼ったり縫い付けたりいろいろやり方があるんです、結構いろいろ大変だな、髪の毛全部つけたらあのアルフィの高見沢みたいなはいそうなんか今買ったのはこの金髪、だいたい多分このヘッドでこれ2束ぐらいでできるんじゃないかなとは思うんですけど、じゃあ僕坂崎さん作りますわじゃあすいませんアルフィ作るんですね、アルフィ高見沢さん作ってきます皆さんもう一人の人ね名前が名前が出ますけど大体見るから大丈夫で最近出たのがこの15センチボディ、あらまだ違う体が、はい、ちょっと小ぶりなんだ、小ぶり、あでも最初に一番最初出たのはここにいる子たちのこのサイズ、もうちっちゃいんだね、があの最初から出てた、最初はでも本当逆にもうちょっとちっちゃいのやな、デフォルメ的なあの目玉の親父みたいな子がちっちゃい 2.5 センチかな、なんかちっちゃい子と7センチっていうのといて、ボディの種類もどんどん増えてるんですよ、人々 目玉の親父だったら簡単ですよ、本当だ目玉描くだけで OK ですよ、目玉の親父はですねあのおわんサイズちょうどいいんだ、ゲゲの鬼太郎 の映画あのがすごいわっとヒットした時にあの目玉の親父を作るっていうのが流行って、うん、であのピンポン玉やっぱり同じセリアで6個ぐらいで売ってるピンポン玉にその一番ちっちゃいボディをポコッと穴開けてはめると、うん、もうなんか目玉の親父になるんで、あなるほど体だいぶちっちゃいもんね目玉の親父はね、それが流行りましたね、なるほど、うん、これはあれだな江口洋介を作りたいな、小爆の小爆のあの紫のリーゼント、うん、そういうことね、フィギュア持っとった昔、それが持っとったんやなくなったんよ、あらだっけもったいない、作りたいな、作りたいですかそれ江口洋介ファンが盗んでた、5人揃えたいな、5人揃えた湘南爆走族、じゃあ丸さん我々はやっぱアルフィ3人揃えましょう、なんでアルフィだギターも持たせましょう、ギターとベースを、一応ね女の子のボディなんですよ、でもどっちも男の子にもできるぐらいの体つきではあるので、まあ、男の子というか男性とかも作れるとは思います、お洋服で、そうだね、もう洋服ちょこちらペイントになりますけど、うん、あら、伊藤ちゃんお帰りどこ今今どの辺、今まだね、あと残り残りでもちょっと糸ちゃんのマイク、糸ちゃんのマイク入ってないよね、これ押せないっちゃん、一回止めな、押せない、うん、ガイアからのちょっとガイアガイア声ここにいるよいたいた、おかえりいやなるほど、でもいやでもこれはちょっとなんか本気に、もし本気でやるなら、なんか面白そう、なんか駅線入ってさ、ね、じゃあもう駅線の5人作ればいいのに、なんで誰もそれ言わないんだろう、あ自分を作る、自分を作るっていうのも、そうそうそう、いや難しい、じゃあなんかあのほらあのサムネ、サムネ新しくすればいいじゃん、サムネ引いた人を作る、サムネをそれで新しくしましょうよ、つらいなアニメキャラとかならね簡単やけど、じゃあ人の作るね、僕が丸さん作ったりさ、いやもうやめてやめて、どうせジジイに作られるに決まってんだからよしわしわにねよしてくれよ、伊藤ちゃんの背高いドールがないとダメよね、19センチで作る、あいいね、それやっぱり作りたいそう全部ねヘッドははまるんですよこれ、同じ、あ同じパーツが同じ、あの頭は全部はまります、はいはいはい、じゃあ頭から作ろうよ、じゃあ育成杯夏休みの宿題皆さん参加してください、なんか本当にやるかなそうか、募集集ま応募作品集まったらコンテストしましょう、コンテストはあの、うん、あのキャプテンでやります、はいあの飾りましょうか、優勝作品飾りましょうかで、うん、いっぱいだけ1ピーターおごってもらえる、はい、いいですよなんか話がまとまりましたね本当かよでもなんかね、ちょっといつかちょっとドールのワークショップやりたいなって、素材ばっかり集まっちゃってる感じだからね、思ってます、うん、はい、人形のドールの世界にこう引きずり込まないとですね、うん、沼に引きずり込まないといけないので、
予想っていうのまでね。はい。いやドールはいいですよ。いやそれはちょっと興味ある。はい。やれるのはやってみたい。ぜひぜひ。まあいろいろ道具とかもね買いたいですね。はい、では279回か。そうよ、まだ早い田島さん。うん、もう275回なの？9回。いやもう300回、300回記念そろそろ考えとかないか、ね。また次週お会いしましょう。